ついこの間スキーっていう歌を歌いましたけど、はい、あのスキーも、うん、あのよくよく考えると結構危険なスポーツですよね。そうですね。ね、だからこうその前には冬季オリンピックの話で、はい、すごくロマンチックとかね、うん、そういう話をしたんですけど、うん、まあ、その一方でこうジャンプにしても、うん、こうスケートにしても、うん、あんな空中で回転しちゃったりとかすごく危険ですよね。そうだね。よくあんなことできるなとつくづく思うんですけど、うん、ねえ、なんであんなすごいことできるんだろうって本当に思います。あ、うん、ね、うん、なんかでもあのスキーあのほとんどやったことないんだけど、はい、あれちゃんとなんかこうなんていうの、転んだらさ、うん、こう外れるようにできてるっていうのがさ、うんうん、なんかすごいあの最初に考えた人がすごいなと思ったんだけど、うんうんうん、なんか普通自然な発想としてはさ、うん、なんか普段靴とかね、うん、いかに脱げないようにするかを考えるじゃん。そうですよね、うんうん、あ、自然に外れるんですかあれ。なんかそんなこと聞いたことあるけど、あ、うん、素人2人で話してこういうね感じになりますけど、うん、でも外れちゃった方が確かにこう、うんうんうん、危なくないもんね、うんうん、そうでもね、ジャンプなんてあれね、ね、どういう神経っていうか、うん、あれどうなんだろう、あの本当にさ、うん、最初はなんかこのポーンって飛ぶぐらいからさ、うんうん、ちょっとずつさ、うん、増やしていってあそこまで行ったのかな、そうなのかなでもどこかで急に、うん、じゃあ今日は突然2メートル増してみようなんて言われたらもう全然違うよね。そうだね、うん、で最終的にあんだけなんか助走をつけてさ、ね普通だったらね、うん、あれだって生身で飛んでるわけじゃん、あれねえ、別に命綱があるわけでもないし、うん、そうそうそう、普通に考えたらバンジージャンプよりも怖いよね、うん、そうだよね、なんか普通に見ちゃうけど、うんうん、実は怖いという、ねえ、ね、あれって怖いね、怖いね、怖い怖い毎日歌声喫茶ミニ歌声聞けばセカルル早春のアンソロジー、はい、アンソロジー2日目になりました。今日もよろしくお願いします。さあ体調は大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ準備体操に行きましょう。肩に手を乗せて大きくゆっくり回してください。はい、ぐるーん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 、反対回しです。ぐるーん、ぐるーん、ぐるーん、はい、ギューストンです。ギューストン、ギューストン、ギューストン、ギューします。
しましょう。そして水分補給です。では歌っていきます。はい、今日はですね、早春風の2番の歌詞にね、氷溶け去り足は角ぐというね、こう雪解け水がこうだんだんと流れ出してみたいなね、はい、こう冷たい冬から少しずつこうね、その解凍されていく、解凍されていく感じっていうのがね、感じられるということで、はい、今日の1曲目はまずはですね、その真冬の冷たさを感じられるような、歌からいってみたいと思うんですが、はい、灯台森というね、唱歌がありますけれども、これがですね、真冬の冷たい空気、凍れる月影だったかな、はい、で始まり、真冬の海の感じから始まりますので、はい、まずはこの歌から始めて、だんだんとそれが溶けていく、溶けていく感じをね、味わっていきたいと思います、はい、それでは。
2曲目です。はい。氷が溶けるといえば、流氷です。そうか。2曲目は宗谷岬を歌いたいと思います。はい、うんうんうん、これはね、とってももうなんか、本当にこう春を感じる一つの象徴といいますか、はい、うんうんうん。この歌の始まりの通りですね。はい、流氷溶けて春風吹いて。そんな季節をちょっとね、想像しながら行ってみたいと思います。はい、3曲目は早春風です。氷溶け去り足は角ぐむということでね、もうこれで溶けていって春なのかなと思ったら、またなんか今日も昨日も雪だっていうねいうのがまさにこの、ね、うん、季節を表している感じがしますが、うん、はい、今年は今年でね、ちょっとこう暖かくもなったり、うん、花粉もちょっと早めにとかいう話もあったり、なかなか、そうですね、でももう、もう何でしょう、毎年、はい、いろんな季節の移り変わりに、うん、ちょっとねこう愚痴を言ってみたりね、はい、しながらね、季節がだんだんこう変わっていくっていうね、うん、こうしたり引いたりしながら、そうだね、ね、うん、変わっていくんだなって、うんうん、これも一つの楽しみでもある、確かにそうだね、はい、ごちゃごちゃ言ってね、そうだね、この早春風だってある意味この歌詞ってごちゃごちゃ言ってるんだよね、そうそうそうどうしたらいいのよみたいなね、うん、はい。それでは行きましょう、はい、
はい、ありがとうございます。というわけでチコさんもさっき言ってましたけど、はい、花粉がなんか今年は少し早めだというね、なんかそんな話ですよね。で、花粉の人は本当に大変だし、はい、自分もね、なんか毎年一回こう、あ、ついになっちゃったのかなっていうぐらい鼻がよく出て、しょっちゅう鼻噛んでる時もあるんですけど、うん、はい、でも本格的になってる人を見ちゃうと、うんうん、なんかまだまだ自分はそうだね、本格的ではないなっていう、うんうんうん、まだまだって感じもするしね、うんうんうん、チコさんもねよく鼻噛んでますよね。そうなんですよ、うん、ちょっと前はね、うん、あの秋から冬の頃は、うん、よくその寒暖差によるアレルギー的なね、うん、話があって、うん、そう言われるともうそれかなと思って、うん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 、なんかね、そういう気持ちでいましたけど、花粉かなって言われると花粉なのかなするという、ね、分かんないけどね、いろんなことが、ね、起きて大変ですけどもね、はい、はい、というわけで、明日もアンソロジーでお届けします。それではまた、チャコ&チコでした。